赤城団ライブ in ガーデン前橋。ピッ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 ピ
ガーデン前橋2部立ち回りました。イエーイ。私たち赤木団はここ群馬県を拠点に活動しているアイドルグループです。ライブ活動の他にも社会貢献活動に取り組んでいます。はい、1つ目は認知症アンバサダーです。私たち赤木団は病院や老人ホームなどに行く訪問活動をしていて、今まででなんと2万人のおじいちゃんおばあちゃんにお会いしてきました。そんな中でもっともっと認知症に対する理解を深めるために、メンバー全員が認知症サポーターの資格を持っていて、認知症アンバサダーとして活動しています。イエーイ。はい、そして2つ目は SDGs の15番、陸の豊かさを守ろうという活動で、群馬県の赤城山に緑を増やすための植林活動を行いながら森を育てています。そんな活動を群馬県から認めていただいて、群馬県公認の環境 SDGs を皆さんにお伝えするファシリテーターとしても活動しています。イエーイ。はい、そして3つ目はリサイクル活動です。地域の皆さんと古田を集めて、それを車椅子に交換し、県に3台なんと全部の市に寄贈することができました。イエーイ。はい、4つ目は群馬県の名産品や観光地の PR です。群馬のいちご、キャベツ、温泉、世界遺産の公式 PR ソングを歌って、県外に群馬県の魅力を発信しています。イエーイ。そんな活動が認められて、赤城団はアイドルプラス群馬特使として、皆さんご存知の中山秀幸さん、木森美幸さんと共に群馬県を盛り上げているアイドルグループです。皆さん、今日はよろしくお願いします。それでは次の曲、皆さんと一緒に踊りたい振り付けがあります。はい、皆さん両手でガッツポーズを作ってください。いいですね。そしたら今日はメリークリ、そうですね、そうですね、もうちょっとね、クリスマスということで、今日は、はい、メリークリーで上げていきましょう。じゃあガッツポーズ上げてください。練習してみます。せーの、メリークリー、せーの、メリークリー。どうかな、いいんじゃないでしょうか。それでは遊びになったら一緒に盛り上がってもいきましょう。じゃあ、あーちゃんがメリーって言ったら、みんなクリスマスって言ってね。急な行くよ、メリークリスマス。皆さん一緒に行きますよ。せーの、メリークリー。メリークリーで腕上げるよ。せーの、メリークリー。盛り上がっていきましょう。せーの、メリークリー。みんなでクラップ。ほい、ダンピングに行くために、宿敵星にする、それ以上銀河を増やすなよ。いくよ、みんなメリクリで上げるよ。せーの、メリクリ。結局一緒に言うよ。せーの、メリクリ。もっとできるよ。せーの、メリクリ。オッケー、ありがとう。ほい、迷わずデジに行け、いい季節買うんだろう。じゃなくて、僕わからないし、あー、こそこそ君が取り合えず、あー、席取れいや。そうですね、週末来たって、せーので、週末来たって、よっしゃ行くぞ。週末来たって、お金もないない、とんかんするよりほらキャツだ、帰
明日17日は赤木団さん何かイベント控えているそうですね。はい、そうなんです。明日12月17日は赤木団のワンマンライブの開催が決定されました。イエーイ。場所はどちらになりますか？高崎のクラブジャマーズで行います。お時間は何時からでしょうか？はい、会場が1時、ライブスタートが1時半になります。ちなみにチケットはどのように買えばいいでしょうか？はい、今日のグッパにて購入ができます。皆さんぜひ購入お願いします。お願いします。楽しみですね。皆さん再流動を待ってください。明日遊びに来てください。一旦コマーシャル。群馬から笑顔発信、赤木団です。私たちは何よりもファンの皆さんを大切にしています。せーの。